語学力自信ない場合は技術を磨いていけばカバーできるかなと思います。はい、サラさんがワーホリとして行ってから、はい、まず何をしましたか？そうですね、まず個性を出していく方が受かりやすいです。まずですね、はい、オーストラリアにいた期間など教えていただいていいですか？はい、オーストラリア約1年。いつからいつまでですかね？5月から、3月末、なんか若干短いかな、10ヶ月くらいにはなりますね。ではですね、そのオーストラリアに行ってた時のお店、働いてたお店ですね、はい、教えてください。オーストラリア、メルボルンのシティ、真ん中にあるマンチェスターペレスというお店で働いてました。そのマンチェスタープレスっていうのはどういったお店ですか？ですね、大きいお店でした。店舗の規模が大きくて60席から100席近くあったのかな。結構幅広く観光の方とかも地元に住んでる方も来られてたお店です。そのマンチェスタープレスなんですけども、はい、昔からあるんですか？10年も経ってないと思います。結構、カフェの文化がメルボルンで広がり始めてからできたお店なの で、そんなにはすごい長いお店ではないんですけど、人気店でした。ってことはもうお店の働く人たちはスピードが求められたりとか、そうですね、いうことですよね。そこで一人で立たれることもあったんですね、バリスタとして。そうですね、時間帯によっては一人で、全てのバリスタの作業をしなきゃいけない時間帯もあったり、急に朝から何十人のお客さんの前でバッと入ってくる時間帯もあったり、基本的には忙しいです。毎日忙しいカフェで。忙しいです、はい、オーストラリアに行って向こうで仕事を得るためには、はい、まずインタビュー、まあ、面接がいると思うんですけど、はい、その面接の時にはどういった会話をします？まあ、どうしてオーストラリアでメルボルンでバリスタをしたいのかとかだったり、どうしてうちの店で働きたいのか。はい、安定のやつです。そうですね。で、まあ聞かれるのが、例えば5分間で何杯作れるかとかっていう質問をされたり。それは店によって、まあ、異なるっちゃ異なるんですよね。ただまあ早くスピーディーにたくさん作れるって言った方が、まあ、その面接する側もじゃあやってみてってなりやすいので、はい、そうですね。なんかリアルな質問なんですけど、うん、例えば英語力がそこまでないような人、うんうんは、まず行った時にインタビューで引っかかりますか？それとも、そうですね、引っかかりやすいと思います。引っかかりやすい、まあ、ただ技術がすごくあればそこでカバーができます。実際にその場でやってみてっていうパターンが多いので、語学力がちょっとなくてもその場でやってみて良ければ受かるっていう場合もあるので、まあ、技術をどっちもあればなおいいですけど、語学力自信ない場合は技術を磨いていけばカバーできるかなと思います。はい、ではそのトライアルなんですけど、はい、実際にどんなことをしましたか？トライアルはですね、基本的にこのカップで、だいたいこういうガラスのカップでまずやれと言われます。量的には何オンス、何ミリぐらいなんですか？ですね、これ結構このグラス使ってるところ実際に多いんですけど、これ220ミリ入ります。で、だいたい6オンスが多いと思います。こっちも向こうでよく使われてるカップをうちでも使ってるんですけど、これも6オンスです。で、両方同じ大きさのもので、8オンスのものがラージになることが多いです。8オンス、これが8オンスで、6オンスとこれも同じ6オンス、はい、で、この大きさが基本なんですけど、基本的に、トライアルするときはこのガラスのカップを使います。なぜかというと、フォームの厚さを測るために必ずこのガラスのカップで提供してくださいと言われます。なので、これを例えば3つやれっていう時が多いんですけど、3つやります。トライアルではだいたいフラットホワイト、はい、ラテ、はい、カプチーノっていう風に入れていけっていう指定が多分どこのお店でも同じようにかかるはずです。なので、これを実際にこういう風に並べて、フォームの厚さがきっちり、フラットホワイトの 0.5 ミリ、ラテの1センチ、カプチーノの1センチ以上になってるかを、お店の人は測ります。で、実際に飲んで、全部飲んで、美味しく作れていれば、その場で合格が出る場合もあるし、後日何人も受けてた場合は、後日じゃあいい人を取るので連絡しますという風に言われる時もあります。
そのトライアルでの実際の経験談、はい、失敗した時とか成功した時、まあ最初失敗した時の経験談、もう何でもいいんで、個人の経験的にどう？やっぱりフォームの厚さですかね。フォームの厚さがやっぱりばらつきがあったり、ちゃんとフラットホワイトとラテとカプチーノになってなかった。ラテとカプチーノ同じぐらいだったり、フラットホワイトも泡ができなかったり。そういった時はどう言われますか、お店の人に。その場でもごめんなさいって言われることが多いです。はあ。あとは成功体験なんですけど、成功した時に実際どういったね、なんかその場の雰囲気というか、そのオーストラリアのリアルなお店の雰囲気っていうのを知りたいんですけど、もう本当に分かりやすいです。向こうの人はよかったらいいね、じゃあ明日来てって言われます。はい、単純に明日来て、じゃあ2時間ちょっと働いてみて、まあそれもトライアルの一環なんですけど。に含まれるんですね。はい、はい、そうです。そこもトライアルに含まれます。お給料は出ません、その次の日も行ったとしても。で次の日行って2時間、一番ピークの時間の2時間を一緒に他の人と働きます。でその状態を、働いてる状態を見て、よく動けてるのであればそのまま採用に持ってかれます。で他のスタッフとも仲良くできたり、ある程度コミュニケーションがうまく取れるような人であれば合格になることが多いですけど、その場でうまく自分で考えて動けなかったり、自分の力が思うように出せない人はちょっと合格が取りにくくはなってしまいます。僕も今準備段階なんで、はい、行ってから何するかとか決まってないんですけど、まあ、実際に、サラさんがワーホリとして行ってから、まず何をしましたか？はい、そうですね、まずやっぱり仕事を探しました。その仕事を探すにあたってすることは何ですか？はい、ですね、レジュメっていう履歴書を作成します。履歴書、はい、履歴書を作成します。で日本と違うのは、レジュメは、キットがありません。日本みたいに履歴書のキットがありません。決まった形がないということですね。ないので、サイズも何サイズでも OK です。紙の厚さも何ミリでも OK です。デザインも自分の顔を大きく入れてもいいし、顔もなしでも大丈夫です。で好きな色で全面を覆っても大丈夫です。シンプルに白と黒だけでも大丈夫です。手紙みたいな感じでも OK です。情報がしっかりそこの中に詰め込まれていれば大丈夫です。自分がどういうポイントをアピールしたいか、自分はこういう経歴ですよっていうのはしっかり書き込まれてれば何も問題はないです。もうピンクでも水色でもオレンジでも何でも大丈夫です。個性を出していく方が分かりやすいです。個性、なるほど。そう、このレジュメすごくなんか忘れないとか、この人こういう顔だったなっていうのでも大きな差がつくと思います。そういう意味では海外で働くのはやっぱり個性を出せる人間っていうのは強いですね。そうですね、自分をどれだけよくアピールできるかっていうポイントになってきます。はい、いきます。レディーゴー、レディーゴー。さて、あと何だったでしょうか。4時間もいるでしょう。ラテが2ですね。
次ミルクモスミカンとかですね。次出したんですよ。はい、これ OK です。これは一応エクストラミルクやったんですけど、うん、2杯ぐらいですかね。 OK です。はい、OK です。ありがとうございます。で、これは4分の3のオントップココアのラテですね。ラテですね、OK です。ただちょっとココア入れるタイミングが早くて若干残っちゃってるから、はい、ココアちょっとギリギリに入れるか、ココア入れたらちょっとエスプレッソと混ぜてあげる方が馴染みやすい、はい、あ、混ぜてあげるんですね。あのエスプレッソ入れてココア入れたらちょっと混ぜといてあげると、はい、口につかないで終われます。ここがねちょっと気になるかな、はい、くらいです。 OK です。量も、はい、でベビーチーノですね。そうです、ちょっと難しいですね。これ難しくて、だから別に最初は作ってもいいかな。で一番先に作らなきゃいけないのは間違いなくこれと、これなんでベビーチーノですか。 この順番、必ずこの順番先。エクストラフォト飲みたいでしょ、はい、で、赤ちゃんがいるでしょ。赤ちゃんを泣くから先にあげた方がいいよ、できるだけ。お母さんたちがご飯来る前にコーヒー出すから、その前にこれをあげとけばあやせるでしょ、これね。今、ご指摘いただきました。めっちゃもうやばいですね、吐きそうです。くそーって感じしますね。かなり課題が多いです。正直めっちゃやる気満々でやった挙句バーンと落ちるっていう、この毎回のこのアップダウンで結構メンタルがやられてます。難しいですね。5つのドリンクを一気に作るっていうことですね。まあこれはトライアルで必要っていうスキルではないんです。ただ向こうで働くっていうことがこういうことだっていうことを一回参考になればなと思ってます。大体がカスタムオーダーなんで、まあ、ちょっとこうなかなかねこういういかついオーダーも来ると思うんで、まあ、ツーラテとか普通にいけると思うんですけど、そこにベビーチーノも一緒に作るでみたいなことですね。ちょっと最初もうやばいっすね。でもやるしかないんで、もう出発も決まってるんでやります。コーヒーラブフランクではこのように YouTube で動画を配信したり、コーヒーセミナーを実際にやったり、あとはオンライン上でコーヒーを学べる仕組みを作っているので、ぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録お願いします。それではオーダーが通った時に本当に頭を整理するっていう能力は絶対にいるかもしれないですね。なかなかレベル上がってます。それをちょっと帰ったらコウスケさんに見せつけたいなと気合入ってるんで頑張ります。